どうも、うまいぶです。では、流星ロックマン3実況プレイパート13、やっていきましょう。では、早速やっていきましょうかな。何すんだっけ？あ、そうそうそう。まず、こっちの方まだ行ってませんでしたよね。こっちを行ってから、現場監督だっけ？監督にね、話すんじゃなかったっけ？そう、そこに言うの。特務戦隊、ドンレンジャーの牛ドンジャーだぜ。何それ？ドンレンジャーの牛ドンジャーって言えねん。何それ？見てみたいけれども。監督の稽古は相変わらずハードだな。ああ、この人が、牛ドンジャーさんかな？岩だ。ああ、んー。ですよね。これなんだろう。プロジェクターか。じゃあ、戻りますか。あっちのね、並木道に行くんでしたよね。行けばイベントが来るのかな？ちょっと、行ってみましょう。よいしょ。どうもー。ちょっと、前の人に、あ、ミスターちゃんじゃないですか。あ、スバル君。まあ、仕事中だから、後でまたね。あ、今別のシーン撮ってんのかな？監督、ウィザードだから、まだ新米のはずなのに、俺あるよねー。あ、この人はカメラ。あ、やっぱこの人が、このウィザードが監督かな？おーい、ミスターの照明ウィザード。たく、どこ行きやがった？このままじゃ、ミスターの撮影ができんじゃないか。ミスターの切った君もいかんしな。君、誰か知らんが探してきてくれんか？いきなり言われても。何か手がかりとかないんですか？おーい、誰か教えてってくれ。おいおいおい、人任せかい。メイクウィザードが仲いいみたいです。メイクウィザードなら多分ミスターちゃんの楽屋です。どうすんだ？いいよ、みんな忙しそうだし、僕たちで探しに行こう。しゃあねえな。行ってやるか。じゃあ行きますか。メイクウィザードはいたよね、そういえば。ミスワちゃんの楽屋に。あ、いたいた。チュース。ミスワちゃんの照明ウィザードさん？誰かに言われてるって、調整モニターの中に行ったみたいだね。どこ調整モニターって？それってどこですか？編集室にある大きなモニターのことだけど、ああ、あれか。見てきてあげようか。あ、いえ、大丈夫です。ここか。あそこだよね、ここ。よし。じゃあ、電波変換して、あそこまで行きますか。よっと。よし。調整モニターは、こっちかな？あれ？あ、こっちか。調整モニターの電脳、アクセス！調整モニターの電脳。ああ、なんか、また迷路っぽいな。あ、この子かな？ふみ、こんにちは。ここでは映像の演習が行われてますよ。だから僕は最新のドラマを写真見られるんです。羨ましいね。ミスターちゃんの NGC もたくさん見ちゃいました。ずるい。羨ましい。てかずるい。D エネルギー。おっと、いいですが。そうやな。フラッシュスピア。ああ、見事に被った。じゃあ、よし。これで行こう。ヒタッパー、ああ、くそ。ほい。うわあ、ちょ。さあ、来い。ビストスイング。よし。バスティングレベル2というね。
いないな。奥かな？あ、なんかある。リカバリー50。あ、こいつかな？ひょっとして、ミスラちゃんの照明ウィザードさんですか？そうだけど？え、主力が僕待ちで監督が探してる？おかしいな。監督が呼んでるって言うからここに来たのに。誰に言われたんですか？あのウィザード、誰だっけな？たまに見る顔なんだけど。誰だ？と、それより早く戻らないと。僕がいないと、ミスラちゃんの撮影が始められないんだ。それに、監督に見放されたら、この業界でやっていけないからね。ウィザードか。ウィザードも大変だね。誰だか知らないけど、ありがとう。すぐに現場に戻るよ。なあ、これって、ミスラへの嫌がらせじゃねえのか？これは、あいつか。多分あいつじゃないか。おっと違いなかったら、ミスラが大迷惑してたぜ。え？考えすぎだよ、ロック。きっと何か連絡ミスがあったんだよ。よし、これで収録が始められそうだ。そろそろ控室に戻ってみんなといた方がいいかな。じゃあ、サイバーアウト。で、ウェーブアウトしましょう。で、どこ行くんだっけ？どこだっけ？控室か。控室は、ここか？ここだね。さ、さすがに緊張するね。あれ、ジャックがいない。エキストラとはいえ、テレビ出演ですからね。あら、男の子のくせに出しないわね。私は全然平気よ。ほんとかな。あら、減ったな。ゴンタ。ゴンタ。ゴンタさ。あれ、そういえばジャックは？あ、なんかドラマには興味ないからって、どっか散ったわ。もう、せっかく私が誘ってあげたのにね。じゃあ、エキストラの皆さん、スタンバイお願いします。いや、楽しみだね。準備よくってよ。ほんとかい。ほんとかよ、委員長。じゃあ、行きますか。委員長、大丈夫かよ。あいつが一番緊張してるみたいだぜ。やるときはある人だから、大丈夫だよ。じゃあ、僕たちも行こうか。スタジオの外の並木道だったな。緊張して、とちんなよ、スバル。頑張るよ。まあ、エキストラだからね、所詮は。じゃあ、行きますか。いや、楽しみですね。それじゃあ、本番。シーン17、カット1。スタート。おお。いよいよ、歌手デビューだっていうのに、浮かない顔だね。おう、なんかちゃんとエキストラが、なんか違和感ありありだけど。てか、あれ委員長映るかな？この、角度的に委員長映んないじゃないかな。いよいよ、歌手デビューだっていうのに、浮かない顔だね。なんでも相談してよ。私たち、友達でしょ？本当に、これでいいのかなって不安になっちゃうの。歌うことは好き。みんなが笑顔になってくれるから。そう、聴いてくれる人たちの笑顔が、私の歌う理由だったの。でも、デビューしちゃったら、笑顔をくれてたみんなが、なんだか遠くに行っちゃいそうな気がして。なんだ？お、ジャック！そんなとこに危ないぞ。危ないぞ、お前。まったく、くだらねえ。何が面白いんだよ、あんなの。ジャック。うわ、こいつ気になるな。なんだ、ゴーアス。ゴーアス。ゴーアス。ちょっと覚えとこう。ゴーアス。あの中に一人、体が大きな奴がいるだろ。確か、ゴンダとか言ってたな。あいつがどうかしたのか。面白い。ジャック、あいつは面白いよ。うん、ゴンダ面白いよね。あのゴンダってやつ、強いノイズを発してがある。ノイズ？おそらく過去に電波映画の経験があると見たぜ。懐かしいな、オックスファイヤー、懐かしい。ほう、だったら利用しないのはもったいないな。おい、やめろやめろやめろ、ゴンタをやめろ。ロックマンのデータを集めるチャンスだぜ。ちょ、やめろ。行け、ノイズドカード。
あいつの中にいる敵の部隊を叩き起こせ。ええー、わあ、投げた。うわ、ゴンタ君、本番中ですよ。なんか、熱い。え、ぐ、ちょ、ゴンタ、落ち着け、ゴンタ。うおー。うわー、オックスファイアが。ひー、なんだあれは、ウィザードか。それにしては、様子がおかしいわ。ブロー。うわー。キャン、ミサちゃん、スズカちゃん。危ない。ロック、炎を消すんだ。ウィザード、オン。おお、水でも出したのかな。うらー、ベーストスイング。おお、すげえ。ロックすげえな。一丁上がりだ。あの炎を一瞬で。やるじゃない、オーロック。意外にすごいのね。これでも、バトルウィザードで通ってんでな。力なら自信ありだ。うわぁ、それよりすまん。うん、わかってる。また、ゴンタの子のオックスファイアが目を覚ましちゃったんだ。早く止めないと、撮影がめちゃくちゃだよ。とっとと片付けるぜ。おっと、話しかけなかった。近寄ったら電弁感勝手にしてしまいました。はい。ゴンタ、ブロー。やっぱり、聞こえねえみたいだな。ミサワちゃんや、いろんな人の思いが詰まったドラマを、こんなことで、台無しなんて、さすらない。オックスファイア、ここで止める。ウェーブバトル、ライドオン。バトルか。よし。ちょっとヒットポイントはどうくらいだ。600か。微妙だな。よし、やってこう。ビーストスイングで作りかけたい。ほい、よし、マットバルカン、ワイドウェーブを聞いて聞いた。フラッシュスピア、よし、いい感じじゃない。ほい、ほい、よし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 。お、いいんじゃない。お、すげえ。もう倒しちゃうんじゃないこれ。ほい、うわぁ、くそ。デュードライン。よし、倒した。3、2、1、まっすぐ、まっすぐ。いや、でもほら、バスティングレベル S。案外簡単に倒しちゃったね。やったー。で、お、オックスファイア。やったー。よかったね。やったね。いや、簡単に楽に倒しちゃったね。お、オックス。オックスが、またこのカードか。おじさまは、一体、何を。ようやく目を覚ましがったな。どうやら、おじさまは、また暴れちまったようだな。おかげさまで、大迷惑だぜ。いちいち体を操られる、ゴンタの身にも何やかれ。ロック。へへ、感謝したよ。俺が頑丈なおかげで、お前は無傷なんだからよ。ゴンタ。ゴンタ、すまんな。オックスがこんなこと言うなんて、ちょっと驚きだな。王様のせいで、随分と苦労をかけた。これからは、お前のために力を尽くすことを誓おう。おお、オックスがゴンタのウィザードになるのかな？ん？よくわかんねえぞ。どういう意味だ？お前のウィザードになる。おお、よかったじゃん、ゴンタウィザードできて。覚えてないけど、この辺。じゃあ、ゴンタも電波変換できるようになるのかな？今までの借りを返させてもらうぜ。そいつはありがてえな。これで俺も念願のウィザード持ちだぜ。いいね。おお、起き上がった。ゴンタはバトルウィザードオックスをゲットした。おお、おめでとう。おめでとう、ゴンタ。悪かったな、ロックマン。もう大丈夫だぜ。いやー、いいね、いいね。君、すっごくいいよ。ん？あ、監督避難してたんだ、あんな国。あんな国避難してたんだ。私、このドラマの監督をやってるウィザードなんだけどね。君はかの有名なロックマンだよね。
やっぱ有名なんだ。いやー、まさかこんなところでお目にかかれるなんて思わなかったよ。はあ。どうだい、もしよければ今撮ってる話のゲストとして出演してくれないかね。え、歌うことに悩むヒロインの音に現れたロックマン。ヒロインを勇気づけて去っていく。これはいい視聴率取れそうじゃない。いいんじゃない。これは視聴率アップ間違いなしだ。うん、思う。俺も思う。ちょっと待ってくださいな。あ、アイス。今回のゲスト出演はうちの鈴鹿だったはずでしょ。うん、まあそうだけど、ロックマンの方がインパクトあるから。これは鈴鹿ちゃんがかわいそうな気もするけど、もういいよアイス。さすがにロックマンがいてじゃしょうがないでしょ。それにミツワちゃんとロックマンの共演面白そうじゃない。鈴鹿ちゃん、くっ、私は何のために歌えばいいの。ロックマン教えて。君の大切なものを信じて歌い続けるんだ。緊張してんじゃないか。君の心が美しくある限り、その歌声にみんなは必ず笑顔になるのさ。いい感じじゃないの。でもスバルめっちゃ緊張してたね。大丈夫スバルくん。疲れた。戦った後いきなりドラマ出演なんて飛んだハードスケジュールですよね。いろんな意味でお疲れ様、同情するわ。俺もいろいろあって腹減っちまった。じゃあ私は行くね。着替えてライブの準備しなきゃ。うん、ミサちゃんも頑張って。ありがとう。でももうちょっとみんなとゆっくりしたいな。ね、着替えたとちょっとだけ時間あるからステージのところでまた会わない？リアルウェーブのステージができるってところだよね。いいよ。やった。じゃあまた後でね。よし。あ、どうすんだ？せっかくだから特設ステージってところに行ってみようぜ。ドアは放送の日が楽しみだぜ。ちょっと見てみましょう。オックス。俺様は炎のウィザード、オックスだ。バトルの申し込みならいつでも来いだぜ。おー。よかったね、でもオックス。僕のエキストラピーどうでした？まあ普通。もっとこう、いや、こうしたら。いや。まあエキストラなんだからさ。にしても、ジャックったらどこ行ったのかしら。すぐに人を避けようとするの、前のあとと同じね。聞く、いるかな？見えない。見えない。見えなかった。ん？イベントかな？おう。ああ、怒ってる。アイス怒ってる。悔しい！めっちゃ飛んでる。また鈴鹿のいいところ持ってかちたわ。ミツワと共演するといつもそう。鈴鹿は誰に負けない才能の持ち主なのに、ミツワが全部取っていく。それに、ロックマン。一体何なのよ、あいつ。いきなり出てきたと思ったら、鈴鹿の出番、根こそぎ持っていって。ああ、憎たらしい。ミツワも、ロックマンも、両方とも、いなくなってしまえばいいのに。これもうフラグにしか思えない。フラグにしか思えない。クックック。その願い、叶えてやろうか。誰？出たよ。あなた、どこかで見たよな。へっ、どうだろうな。そう、それより今って違ったこと。ああ、消えてたぜ。響き、ミサとロックマン、両方いなくなってほしいんだろ。そのチャンスやるよ。なんですって？受け取りな。もう一度カードだ。お前には、ダイヤの称号をくれてやるぜ。ああ、これはもう、あれじゃん。うわぁ。何よ、これは。うわぁ、アイス。キャーどうなんの？え？あ、でも、かわいくない？かわいくない？これなんか。これアイス？あんなのがこんなになっちゃうの？すげえ。
ビフォーアフターだ。劇的ビフォーアフターだ。はぁ、あ、はぁ、あ、この姿は？あ、しかも感情をコントロールできるんだ。すごいね。お前は生まれ変わったんだ。ダイヤの称号を持つウィザード。ダイヤ、アイスバーンにな。ダイヤ、アイスバーン。力がみなぎってくる。今の私にならできる。ミスラを排除し、ロックマンを倒し、静かな邪魔をするもの、すべて消し去ることができる。その通りだ。さあ、思うがままに暴れるがいいぜ。お前の力でくだらねえ芸能界とだをひっくり返してやるんだ。ふふ、ふふふふ。響きミスラ、まずはお前を抹殺してやるわ。うわぁ、マジかよ、アイス。ちょっと、どうすればいいんだよ。次の人が担当さん呼ばなきゃ。ちょっといろいろ話したい。あ、ミスタちゃんいました。いや、よかったですよ。うん、はーい。いやー、アイス。アイス。あ、やっぱみんなライブ行くんだね。ライブ楽しみだ。ちょっとここでは早速編集でもしてんのかな？ああ、さっきの監督が。君のおかげでな。なんだい？ま、番組練習中だよ。もう、監督は、スバルがロックマンの正体だって分かってんですかね？ああ、鈴鹿ちゃん。鈴鹿ちゃん、アイスが。アイスどこ行ったんだろう？いつも私のせいで怒らしちゃって。アイスは今、大変なことに。かわいそうに。おい、ちょっと待って、アイス。くそー。どこだ？ここか？違う。どこだっけ、あそこ。あそこどこだ？ちょっと、アイス。くそ。ここか。いない。しょうがない。行くか。へえ、ここにリアルウェーブのステージができるわけね。僕が入手した情報によると、ステージは、ムスラちゃんをイメージした明るいピンクみたいだよ。ピンクみたいだよ。素敵！むむ！興味深いですね。僕の知的好奇心がすごい勢いでくすぐられてますよ。みんな、ミスラちゃん登場。ミスラちゃん、調子はどう？うん、まずまずかな。やっぱりちょっと緊張しちゃって。ミスラちゃんみたいなプロでも緊張することがあんのか？そりゃするよ。特に今回は久しぶりのライブだから失敗できないしね。大丈夫だよ。僕たちも観客席から応援してるからさ。ミスラちゃんなら絶対にうまくできますよ。多少失敗するくらいの勢いで行った方が悔いも残らないと思うんだ。ゴンタ、いいこと言うな。俺なんかいつもそんな感じだぜ。で、失敗するのよね、ゴンタは。まあ、ミスラちゃんなら必ずできるわよ。ありがとう、みんな。うん、元気出たよ。緊張も吹っ飛んじゃった。ライブ頑張るから見守っててね。うん、楽しみにしてるよ。ああ、どっか行っちゃうんだ。ああ、参ったぜ。誰さんだっけ、この人。一体誰の仕業だ？あ、裏方さんだ。裏方守さんだ。裏方さんだ。どなた？ライブのスタッフさんたちをまとめてる人だよ。裏方さーん。おう、スラウ君じゃねえか。どうしたんだろう？裏方さん。どうしたんですか？どうしたもこうしたも。俺のハンターにウイルスが送られてきてよ。なんとか手持ちのバトルカードでデリートしたんだが、ゲットデータから脅迫状が出てきやがったんだ。なに？脅迫状？脅迫状？なんて書いてあったんですか？響きムスラのライブを潰す。だとよ。あいつかー、もうアイスやめろよ。ミスラちゃんのライブを俺のハンターに直接仕掛けてきたってことは、こいつは
内部事情に詳しい人間の犯行だ。何を企んでるか知らんが、厄介だぜ。余計鈴鹿ちゃんが、怪しまれんじゃん。今こそ、ミスタースポーターズが一致団結して、何が何でもライブを成功させる時だ。ミスタースポーターズ？裏方さんが所属してるチームだよ。ミスターチャンネルライブを成功させるっていうレゾンで頑張ってるんだ。そのレゾンなんだけどな、今さっき変更になったんだよ。変更？ライブの妨害を阻止する。これが俺たちミスターサポーターズの新しいレゾンだぜ。どこのドイツだか知らねえが、ミスターのライブの妨害なんざさせやしねえ。裏方さん、僕にも何かお手伝いさせてください。スワル君、気持ち嬉しいが、こいつは危ないことになるかもしれねえ。もし特設ステージにウイルスを仕掛けられたら、たくさんのお客を危険にさらしてしまう。下手に手出しをすれば、お前さんたちもただじゃ済まないだろう。そんなでは悲しむのはミスワだぜ。だけど、裏方さん、なんだい？ミスワちゃんはスワル君の初めてのブラザーで、親友中の親友ですわ。ああ、よく知ってるぜ。それに、見かけに言わず、頼りになるところがあったりして、見かけに言わずって失礼な。過去にいろいろなウイルス絡みの事件を解決しているんです。ミスワちゃんも含めて、ここにいる全員、スワル君にピンチを救ってもらったのは、一度や二度じゃありません。委員長？だから、スワル君を、裏方さんのミスワスポーターズに加えてくださらないでしょうか？え？ルナルナ団脱退ですか、ついに。ルナルナ団脱退ですか？え？いいのですか、委員長。それって、スワルがルナルナ団から抜けちまったことだぜ。おバカ、そんなこと言ってる場合？ライブだけじゃなく、ミスワちゃんにまで危害が及ぶかもしれないのよ。え？確かに、相手はウイルスを使って脅迫状を送ってくるようなやつですし、本気でライブを潰すつもりなら、相当なものになりそうだな。そういうことよ。ライブが無事に終わったとき、ルナルナ団に戻ってくれば、それでいいわ。今は、ミサちゃんを守って、スバル君。よくわかったぜ。ウイルスガーミの事件を解決してるってんなら、心強い味方だぜ。実は、脅迫してきたやつの、知らずと思われる妨害があちこちで起こっててな。なぬ、正直、猫の手も飼いたいって状況だったんだよ。スワル君してよければ、俺たちのチームに入ってくれ。わかりました。ワクタさん、僕でよければ力になります。スワルのチームとレゾンが変わった。ミスワルサポーターズ。レゾン、ライブの妨害を阻止する。よっしゃ、俺たちもやるぜ。オックス、足やつけないか、調査だ。おう。じゃあ、僕たちは、電波に不審な痕跡がないか、探ってみます。レッツゴーだ、木沢窓くん。いってらっしゃい。私って、本当におせっかい焼き？ふふ。え、なんか言った？なんでもないわ。モード、私たちも行くわよ。了解、ルナちゃん。モードも結構可愛くない？なんか、ポケモン似てよね、ほんと。モードにそっくりなやつが。ミスワは、本当にいい友達を持ったな。じゃあ、スバル君、ミスワスポーターズとして、初仕事頼むぜ。とりあえずは、スタジオの中の見回りをやってくれるか？何か事件があれば、連絡するぜ。わかりました。行こう、ロック。おう。腕が鳴るぜ。ウイルスだったろうが何だろうが、ギッタンギッタンに、叩きのめしてやだ。やりすぎないようにね。よーし。はい。では、今回は霧がいいんで、ここら辺で終わりにしたいと思います。では、次回は、まあ、見回り、パトロールですね。ということで、では、終わりにします。お疲れ様でした。はぁ、あ、ダイヤ、アイスバーン。とりあえず、怖いけど、頑張って倒します。はい。では、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ、またねー。